どうも、こんにちは。トイック講師の石崎です。今日は、これほどゴミ教材が出ている市場はないってお話をさせていただきたいと思います。まあ、これを話すことによって、結論として、じゃあ新公式問題集を中心に据えて勉強しましょうっていうことを言いたいんですけども、先に結論を変えてきますね。まあ、ゴミ教材が多いと。ゴミ教材が多い、ゆえ、新公式問題集ですね。なんでゴミ教材が多いかっていうと、まあ何をもとにゴミかゴミじゃないかっていうと、このトイック塾においては成果はただ一つと、そして成果に焦点を当てようと、その成果は何ですかというと、スコアアップのみ、英語力の向上なんて関係ないと。スコアアップに関係するものは、最高の教科書だし、最高のテキストブックだし、最高の問題集、最高の教材。だけども、スコアアップに関係ないものはダメな問題集で、スコアアップから全く関係ないものはゴミ教材なんですよね。ですよね。だからゴミ教材の定義は、スコアが全く上がらない。あるいは、スコアを取るにふさわしくない。あるいは、スコアに反映されにくい教材がゴミ教材の定義ですね。で、このトイック市場ってゴミ教材マジで多いんですよ。で、なんでゴミ教材が多いかって、まあ、ゴミ言うと、みんななんかね、こう、耳痛くなってくるし、嫌になってくるんで、ゴミって言わないですけども、なんでこの教材が出るかっていうと、まず、トイック市場って大きいんですよね。マーケティング的な視点で見ると。トイック市場っていうのは英語市場が7000億円あるんですよね。7000億円のビジネスがあるわけですよ。その中にもいろんなものがありますよね。名前は出さないけども、聞き流す系とかね。あるいは英会話市場、トイック市場、まあ、留学市場も含まれてる。こういうのトータルで7000億円。で、この7000億円を各企業、まあ、僕も含めて、こうみんなで分け合ってるわけですよね。このパイを奪い合ってるんですよね。で、もちろん、毎年ね、トイックの受験者数を見れば、こういう風にして、もう飛躍急速的に伸びてるのか分かんないけど、まあ、伸びてるんですよね。で、今にはもう英検を抜きそうな勢いなんですよ。そんくらい伸びてる市場なんで、7000億円っていうのはパイ自体が広がっていってる、ものすごく大きい市場なんですよね。じゃあ、マーケターは何をすべきですか？そりゃ参入すべきですよ。当然じゃないですか。ライフサイクルって、消しちゃった。コントロール Z で戻ることは不可能ですよね。あるいはコマンド Z で戻ることは不可能ですよね。ちょっとね、新公式問題集って画数多いから、まあいいや。マーケター、まあ経営学学んだ人は、こういう、ライフサイクルコストあるじゃないですか。イントロダクションの導入期と、まあ、グローイングで成長期と、で、ここで成熟期ですね。で、ここで衰退期が入っていくわけですよ。で、まさしく今、トイック市場とか英語市場って、ここなんですよね。あるいはここですね。ここに差し掛かってるんですよ。そうなった時に、マーケターは参入しないわけにはいかないんですよ。各出版社も、この出版不況と言われてる中ね、わざわざこの、トイック市場に参加しないなんておかしな話ですよ。じゃあ、トイック市場に参入しましょうと。トイックに関係ありそうな先生方を見つけてきて、その先生方に執筆していただこうって思うのは当然ですよね。マーケターとして、出版社として、ビジネスオーナーとして、起業家として、アントレプレナーとして当然のことですよね。だから今多くの人が、この、トイック市場に、ここめがけて入ってきてるわけですよね。で、まあ、さっき言ったみたいに頼むわけですよ、いろんな人に。でも、トイックの権威って言われている先生方は、もうほとんどね、一社二社としか契約交わさなくて、多分独占契約になってるんですけども、ほとんど同じ出版社からしかもう出さないんですよね。さ、悲しいかな。そうすると他の出版社はなかなか声をかけられないと。じゃあどうするかっていうと別の先生に声かけるしかないですよね。でもトイックの権威は真面目なこと言ってるんですよ。トイックのスコア上がることをちゃんと言ってるんですよ。ゴミ教材じゃないものを出してるんですよ。でも、金に目がくらんだ、出版社とかは意味のない先生に頼むんですよね。例えば大学受験で有名な先生とか、あるいはトーフルの先生で有名な先生とか、あるいは英検の
業界で有名な先生とかに頼むわけですよ。そうすると何が起こるかっていうと、もちろん彼らは時間がないから、表紙だけを変えるんですね。もちろんこう表紙を変える作業はしないけども、ほぼ内容は一緒だけども、大学受験とは一緒だけども、表紙には TOEIC って書いてリリースするだけなんですよ。で、執筆者の名前に有名な人の名前をボンと。ただし TOEIC では有名じゃない人ですね。そうすると、まあゴミ教材がたくさん出来上がってくるわけですね。信じられないですもん。こう開いたらね、自然科学の内容とかが素材に使われてるわけですね。TOEIC ってテストオブイングリッシュフォーインターナショナルコミュニケーションの略でしょ。ビジネス国際コミュニケーション英語のテストじゃないですか。そこにね、自然科学なんて関係ないんですよね。あるいは、なんだろう。歴史も関係ないし、ね。関係なくないですか？で、そういう文章がたくさんあるやつをよく見るんですよ。もちろん大学受験では、そういう思考力を問うような文章をたくさん見られますよ。だけども、全く出ないですね。TOEIC ではそういう問題 100% 出ないんでね。で、もちろんそこら辺に出てくるような単語も出てこないんですよね。だから単語帳開いた時に、全くビジネス英語とは関係ないものが載っていたり、参考書開いて、問題集開いてすると、自然科学とかの文章、あるいはサイエンスの文章が載ってたりすると、それは明らかにゴミの可能性があるっていうかゴミですね。まあそういう問題集を見ちゃいけないところが触ってもいけないですね。触ってはいけないところが見てもいけない。うん、ダメ。ダメ、絶対。っていうところですね。で、じゃあ結論として、皆さんには進行式問題集をやっていただきたいんですよ。なんで進行式問題集がやばいかっていうと、ちょっとね、この絵を消して新しいものを書くかどうかちょっと今考えてるんですけど、進行式問題集って画数多いんですよね。書くか。うん。ちょっと略して進行にしますね。進行式問題集の何が優れてるかっていうと、まずね、これ、ETS 公認。まあ、試験を作ってる会社が発行してるものなんで、同じ ETS が発行してるんですよ。公認とかじゃないんですよね。TOEIC の試験を開催しているところが発行してるんで、まあ、それは試験範囲が同じっていうか、全く同じなんですよ。なんで同じかっていうと、まあ、同じなんですよね。で、どこら辺が素晴らしいかってことは、また別の動画で話すんですけども、例えばね、ナレーターの声が同じとかね。試験本ちゃんと、進行式問題集のナレーター、このスピーカーの声と同じなんですよね。それってかなりアドバンテージじゃないですか？他には、範囲の逸脱がないんですよね。範囲の、なんていうの？範囲を超越しないというか、全部、意味はわかりますかね？だって、例えば、これが、TOEIC の出す試験だとしたら、例えばダメな参考書とかだったら、こういう感じなんですよね。触れてる部分ここだけみたいなね。でも TOEIC が、ETS が出している進行式問題集って、まあ、まるっきり一緒ですよ。だって同じ会社が、TOEIC を開催している会社が出す問題集、オフィシャルブックだから、範囲が違うわけないですよね。もちろん単語、使われる単語も、次回のテストで使われるし、あるいは次回のテストで使われる可能性があると。で、進行式問題集の中にあるような問題と、ほぼ同じ問題が出てくるんですよね。まあ、内容を変えて、単語を変えて、フォーマットを同じくして出てくるんですよね。だから、これをやらない理由はないんですよ。一つは、ナレーターの声が同じ。それだけでリスニングがかなり有利になると。もう一つは、範囲内。すべて、範囲の逸脱があり得ないんですね。だから進行式問題集をお勧めします。僕こういうなんかチャラい感じで、チャラくはないけども、こういうなんか軽い感じで進行式問題集大事だよって、全く伝わんないんだけども、どうすればいいですか？どうやったら伝わります？もっとなんか真剣な顔で言えばいいかな。進行式問題集は大事です。本当に大事なんですよ。どのくらい大事かって言ったらね、僕の中で大事なものって言えば、あんまり大事なものないな。僕マクドナルドじゃなくて、MacBook Air すごい大事なんですよ、僕の中で。もう仕事するために、あれなきゃダメなんですよ。あと iMac もすごい大事なんですよ。あとこれ撮ってるビデオカメラ、キャノンのビデオカメラも大事だし、その上についているマイクもすごい大事なんですよね。で、そのくらい大事なんですよ。あと、Bose のノイズキャンセリングホーンと同じくらい大事。これですね。
こんくらい大事ってことです。あのね、TOEIC において進行式問題集、マジで大事。これを中心問題として、これを中心の問題として、これを中心問題集として据えない場合は、絶対にスコアの伸びは落ちる。これを、まずは基本問題集に据えてください。あなたの、TOEIC 人生の中心に置くべきもの、置くべきものは 100% 進行式問題集です。そんな感じ。以上です。